ノボりショムは、ロシア文学者。聖教会の信徒であり、ニコライカサートキンの文下生の一人としても知られる。晩年には、奄美群島の本土復帰運動に尽力した。鹿児島県瀬戸内町、かけろま島ののぼりしょむ像奄美群島かけろま島、慈悲ムラら生まれ、本名、直お島の小学校を出ると、鹿児島に行き、鹿児島聖教会に通い間もなく、 洗礼を受けた。声明はパワル。1895年、上京。1896年、日本正教会の教育機関である東京の正教人学校に入学。1903年、同校を卒業。在学中から評伝、露国文豪合語を執筆し、明治37年観光。卒業と同時に、正教人学校講師として心理学。 論理学を講じた。1905年、大阪朝日新聞職宅、ロシア事情を担当する。また、日露戦争の際にはロシア語のできる、神学校出身者として、厳冬記をもって収容所のロシア人捕虜を慰問した。翻訳集、六人集や雑誌、趣味への翻訳連載などで、当時の分断に影響を与えた。1912年、 陸軍中央幼年学校教授嘱託。1915年、早稲田大学講師。1916年、陸軍士官学校教授。1923年、革命後のロシアを視察。1928年、トルストイ誕生100年祭には国賓として招待された。1930年には、革命後ロシアの振興協会の事情紹介を行った。 1932年の退官後は、日本大学講師、雑誌、政教辞法主筆を務めた。1940年、東京アマミ文化協会の誕生とともに会長に就任。1946年、ニコライ・ロシア語学院長。1956年、ロシア・ソベト文学誌で、日本芸術院賞、読売文学賞受賞。 晩年、アメリカ支配下となった故郷アマミ軍島の本土復帰運動に指導者の一人として参加、同時に学生時代から研究し、資料収集を続けた成果として、故郷の歴史書、大アマミ氏を編纂した。成果後には、共造と検証費が立つ。また、1948年の古希祝いには、ロシア文学者組合から、ワルワーラブブノワ作の肖像画が送られた。 文業、薬業は数多いが本格的な評伝、研究が待たれる人物である。ありがとうございます。